足浦観音寺の一足浦観音寺は、滋賀県草津市にある、天台宗の寺院。宗教法人としての名称は、観音寺。聖徳太子の会期と伝えられている。1408年、漢宮日によって再興されたと伝わる。安土桃山時代には一城主の地位を認められ四万国の領土を持つなど栄えた。七代目住職の吉国が、 織田信長から水運権を任されるようになる。九代目住職の先春は、豊臣秀吉により、水運権を任され、さらに、湖南、古東にあった倉入地の大官を務めた。上京二年まで、江戸幕府により琵琶湖の古水奉行に任じられていた。こうして、政治力をつけていくのと同時に周囲を堀で囲み、土塁や石垣で防御するようになった。 東京都千代田区にある観音坂の名前の由来でもある。この坂のふもとに当時の江戸屋敷があったためである。境内は国の史跡に指定されている。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺経過に祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として日本遺産に認定される。長年の風雨で建造物の劣化が進行し、地元有志が守る会を設立し、 修復費用をクラウドファンディングで募集している。滋賀県草津市足浦町363-1。ありがとうございます。